チャオ、あっちゃんです。今日なんか変なところでクリップしてるから変な方、髪型。まず何度でもいいか。今日ちょっとね、大阪へ出かけることまでできたんで、だから軽くメイクしたいと思います。今日日差しが強そうなので UV カット。UV カット兼化粧下地。春の日差しはきついからね、もうさっき顔洗ってね、ローションとか乳液はしたいんやけどね、これ首もしたからね、首とか肩とかもしたから照り焼けしちゃうからね、ついでにね、足とか腕も。あっちゃんさん、色白いからさ、すぐ日焼けして赤くなっちゃうのよ。でね、やけどしたみたいになるからさ、怖くって。次やっとこう。いつもね、こうやって後でやろうと思って忘れね。今日のコーデはね、真っ白。で、生足です。生足やからね、足も塗っとこう。前にね、お出かけするときね、足塗り忘れて、足塗り忘れてね、足思いっきり日焼けしてさ、あーってなってしまうんで、でもね、メイクしてるときに塗ってたよね。で、足と手だけ後で塗ろうと思っててさ。で、手塗って足塗り忘れて。はい。どんくさいね。どんくさいでございます。はい。では、メイクをしていきましょう。CC クリームだけどね、あれ、早かにかな。化粧パフがないのよ。買いに行かなあかんな。出かけんだけど、買ってくださるんだけどね、いつも。で、今日は、今日もね、ジル・スチュアートの CC クリームです。はい。で、パウダーのやつがあったな。セザンヌの、UV クリアフェイスパウダー。これ、で、買ってる。使います。あ、せいせい、ライト、ライト、あっちゃんライトを照らしましょう。どこ行っちまった。あった。いつもね、ライブで使ってるね、あっちゃんランプをここから照らしてメイクがしやすい。部屋が暗いからね、うちね。はい、電話が鳴って、電話が鳴りました。はい、ごめんごめん。よいしょ。では、セダンヌの何やったっけ、こんなんね、これやったら分かるかな。セダンヌの UV クリアフェイスパウダだ。こんな感じで、UV 対策をしとかんとね、シミの
銀になっちゃうわって感じで、で、次の2個、目、目、一番目、あっちゃん結構苦手な目、どこ置いた、さっき使っててどこ置いた、あれ、あった、まあ、指、眉毛、これね、アイライナーは100均で、あとパウダーとパウダーでちょっと仕上げます。こんな感じ、眉毛難しい。で、目目をパッチリしましょう。何を使うかな今回、これ、キャンメイクの、パーフェクトスタイルアイズ、あっちゃんいつも使ってるやつ、こんなね、こんな感じで、今日はね、まあ、ベースを塗って、先に、だからちょっと緑にチャレンジしましょう。で、緑の上から軽くオレンジ。で、そこにね、そこにね、この先やからね、ピンクを混ぜたいんだけども。ジルスチュアートのクリスマスコフレのこのピンクだけ使います。ピンクのラメ、こんな感じで、茶色、で、焦げ茶を、じゃあね、二重の幅は広いから、あの広いじゃない、あの奥舞台やから右だけはね、あんまりね目立たへんのよ。なんか右目が ちっちゃいから余計やねんけどね、ちっちゃい右目がちっちゃく感じちゃう、感じ見えるのはそこやねんって気づいて、でね、パール、パールでちょっと涙袋を、わからんキラッとさせます、で、なんだ、アイライン、アイライナー、こよこよ。キャンメイクのレディーリッチライナー。で、ブルーです。ブルーをね、隠してみようかな。
ってね。いいよね。もう髪が固定できん。あまり目が立たないの。ここ。あんまり派手にやらない。今回。いてていてて。まぶたの裏はいていて。痛いよ。な感じで、マスカラか。じゃあ、まつげが長いからね。それは自分でも分かってるチャームポイントだと思っております。他人はどう見えてるか知らないけど、もともとまつげが長いのがなんか自分では好き。はい。まつげすぎた。下まつげの方が難しいな。もう失敗して顔につくね。こんな感じです。で、ラストはチーク。チークね、キャンメイクの、アイシャドウ紹介します。アイシャドウじゃない、マスカラ紹介させた。ラッシュ。ラッシュのセンシオセンス、え、ラッシュのセンセーショナルっていうのかな、こんな、うん、よいしょ。で、キャンメイクのチークを塗りましょう。あんまり派手にやっちゃうとね、って言ってもいつも同じような感じだけどね。な感じです。はい。で、完成。あ、口紅。口紅は、あれでどこ入れたかな。前の袋かな。ここだ。こんな感じです。で、前髪と髪の毛を下ろして、こんな感じで。お出かけしてきます。